岩崎宏美ファンの皆様、こんにちは。本日はね、平凡なら16年1月号の岩崎宏美さんの記事がありますので、朗読したいと思います。まずね、グラビアが、写真がね、結構ありまして、最初はね、滝に打たれてる感じでね、大きい見出しが、滝に打たれて新人賞となってます。冬の冷たい滝に打たれ、初心忘れず気を引き締め、歌に取り組むひろみちゃんとなってますのでね。次はね、ちょうど滝の岩場に座ってる感じで、ちょっとね、コメントみたいなのが、ちょっと小さい記事ありまして、大きい見出しが、キャ、冷たい、幕府に歌うひろみとなってます。で、名もない滝に生まれて、初めて歌われてきました。歌われたなんてオーバーだけど、でもすごく寒かった。初心に戻ったような気持ちでセンチメンタル頑張ろう。ひろみってなってます。10月25日に新曲が出ました。また、新しい意気込みで心を引き締めるためってなってますね。滝用に来たっていう設定ですね。その左のね、写真は滝に打たれる寸前の感じですね。まあ、だいぶ寒そうな感じですね。はい。で、その下に記事があります。ゴーゴーと音を立てて落ちる滝。山奥の設計の合間から流れ出る冷たい水。その幕府の中に白装束姿も可愛く飛び込んだひろみちゃん。キャー冷たい、やだ、助けて、と早々に退散したのです。滝に打たれるって本当にある人がいるんでしょ。すごいな。ひろみはとてもできないわ。誰こんなことをやろうなんて企画したのは。ロマンスに続いてセンチメンタルも好評なひろみちゃん。澄んだ水に身を清めて積極的に歌に取り組もうっていう意志は立派。一歩一歩前進するひろみちゃんですなってます。はい。で、まあ、10月25日新曲出るってことは、それ以前の撮影ですね。ということはもう、そうですね、10月入ってからかな。ちょうど寒いですよね。はい。まあ、本当に雪が降りそうなぐらいの寒さなんでしょうかね。もう、幕府っていうのはね、滝ということですよね。はい。まあなんか本当寒そうな雰囲気が伝わってきますよね。まあね、ロマンスもそうだったけど、センチメンタル、これもまたいい曲でね、この時期のひろみさんってものすごく歌がめちゃくちゃ売れてるっていう、そんな感じですね。はい。で、次の記事もね、もう一つ記事がありまして、次はね、涙初めてのリサイタルということで、どうでしょうね、なんか白い、コートかなんか着て歌ってる感じがありまして、まず最初のね、右の上の写真はマイクを持ってちょっと多分純子ちゃんと咲子ちゃんですね、糸咲子ちゃん来たんで泣いてるんですかね、そんな感じの雰囲気が伝わってきますね。なんか泣いてる感じですね、これはね。でその下の方にね、お祝いに駆けつけた純子ちゃんと咲子ちゃんに感激の涙となってます。応援に来たので嬉しかったんでしょうね。で、その横が熱唱してるとこ。で、その下もね、マイクも歌ってるとこで。まあ、この時のね、なんか熱唱ぶりがわかりますよね。はい。記事がね、ちょっとありますので、それを朗読します。10月18日、東京芝の郵便貯金ホールで行われたひろみちゃんの初のコンサート。ロマンチックコンサートは、超満員の中で盛大に行われました。純白のフードのついた、可愛いドレスで愛の讃歌を力いっぱい歌ってオープニング。前編を通して安定した歌唱力と美しい照明効果がさらにショーの内容を高め、会場はため息の連続。ロマンス、センチメンタルとオリジナル曲をはじめ、マイラブ等のポップス、そしてフォークと幅広く披露し、また落合恵子さんの朗読する佐藤八郎さんの歌に合わせて歌うお母さんの歌。駆けつけた純子ちゃんや咲子ちゃんたちと泣きながら歌ったり、新人らしからの素敵なコンサートでしたとなってますね。まあね、その盛り上がりぶりがわかりますね。もうこの当時のね、ひろみさんはもうヒットばっかりで、いきなりもうスタートに駆け上がったような。まあね、本当に歌がね、非常にうまいです。今でもね、うまいっていう噂がね、評判があります。で、まあ YouTube で、ね、今のひろみさんの YouTube 見ても、昔と変わらずね、気さくでね、さらに歌もね、もう、神的にうまいというか、抜群にうまいですよね。はい。そういうとこはもう、僕もたまに YouTube で感動してますね。
やっぱりあの YouTube でいうとこもね、そういう昔の画像が見るところですね。本当にあの嬉しい限りです。またね、あのひろみさんの記事あればまたぜひともあげますので、ね、チャンネル登録もお願いいたします。本日はありがとうございました。